1968年に米国中央情報局が作ったベルギーの資源の地図。工業地帯が西のモンスから東のベルビエにかけて走っている。ワロン工業地帯とはベルギーのかつて栄えた産業地帯である。ワロン地域を横断しており、西のドゥール、ボリナージュ、モンスからラルビエール、シャルルロワ、ナミュール、ユイ、リエージュ等を経て東のベルビエへと至る。 工業地帯であり、N 川、サンブル川、マース川、ベスドル川の谷に沿って連なっている。工業地帯全体の面積はおよそ1000キロ平方メートルである。ワロン工業地帯は、主要な河川の名前を取った、サンブルイコールムーズ谷や、より細かい河川名を含めた、N イコールサンブルイコールムーズベースドル谷の名でも、知られている。また、ワロンの背骨とも呼ばれる。 自然地理学ではあまり論じられてない地域であるが、人文地理学や資源的な観点からは多数論じられている地域である。重工業が次第に国内での地位を低下させていくにつれて、この地域はかつての工業地帯であった地域として一般的に知られるようになってきている。ワロン地域の2、3に相当する人口がこの地域に住んでおり、その数は200万人を超えている。 その中心となる地域は、シャルル・ロワ・リエージュ・ダニと呼ばれ、この地域は、シャルル・ロワとリエージュを結んだ地域を示している。ワロン地域のメトロポリスとみなす人もいるが、一般的なそれと比較すると、より戦場に広がっており、集積度も低い。マース川沿いのセランでの製鉄業、ワロン工業地帯は、ヨーロッパの大陸部で最も古くに、産業革命が起こった地域である。 産業革命はベルギーに大きな富をもたらし国の経済的革新であった。この状況は第二次世界大戦終結まで続いたが、その後は国内の製鉄、生炭産業の重要性が下落した。それによって地域経済はガラスや炭酸ナトリウム等といった非金属素材へと次第に主軸は移っていき、1970年代末まで続いた。しかしながら、 繁栄の日々は過ぎ去り、失業の風潮とかつて貧しかったフランデレン地域の経済的依存度の上昇が今日に至るまで続いている。この地域はまた多くのゼネラルストライキが起こり、社会的目的で引き起こされたり、政治的目的で引き起こされたこともあった。1886年には経済危機により賃金下落と解雇が起こり発生。 1893年や1902年、1913年にも普通選挙を求めて起こっている。1932年と1936年にも発生し、1950年にはレオポルド3世の福井をめぐって発生した。1960年から1961年の冬にかけてのゼネストでは中心地となり、それはワロン地域が 自らの支配権を得る手助けになった。また、フランス革命時の新境家の舞台にもなり、レオポルド3世紀の福維持に最も反発した土地でもある。今日では、社会党の本拠地となっている。欧州連合における地域政策では、第1目標地域あるいは第2目標地域に1人当たり国民総生産の低さから指定されている。これは、西ヨーロッパでは、 珍しい指定である。ゾーンズ・フランチェス・イエヌワラニー。ムーブメント・ラフォアマター。2007年9月29日、閲覧。AB ・ワラニー。ユヌ・ラジアン・イエヌヨーロッパ。ミナステア・デラ・リージェン・ワロン。2007年9月29日、閲覧。インフォリジオ・ファクチット・ベルジャム。ヨーロピアン・コミッション・ダーク・タート。ゼネラル・フォー・リージョナル・ポリシー。 2008年12月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年12月19日閲覧。オブジェクティブ1マップオブエリジブルリージョンズリージョンズレシービングトランジシャネルサポート。ありがとうございます。